大谷大学、まあ、教育教員とは何かという教員の条件ですか、まあ、その模擬授業でございます。ようこそ来ていただきました。学校の先生になるということはですね、やはり人の話を聞くというですね、まあ、そういうところが基本でなければですね、なかなか学校の先生になれないと、まあ、いうことが一つあります。これで今日はですね、教員の条件ということでですね、まあ、2つほどですねお話しできればなということを思っているわけでございます。で、まず1つはですね、まあ、このレジュメとはちょっと違いますけども、教員はですね、これはぜひ失敗者でなければならないと、まあ、こういうことをですね、申し上げたいということをまあ思うわけであります。学校の先生はよく物事に対して成功した人かなと、まあ、こういうことをまあ思うかもしれませんけども、そうでなくてですね、実は、失敗者であればですね、あるほど学校の先生向いてるということをですね、お伝えしたいということをですね、まあ、思うわけであります。で、どういうことかと言いますと、今私たちが私たちのですね、普段の生活において、まあ、何が一番大事かと言いますとですね、これは多分皆さんたちがそのようにまあ思われると思いますけども、一番大きなことはですね、まあ、自己実現ですね。だから、いかにして目的を叶えですね、いかにして自分の理想を叶えるかというですね、まあ、こういうことを一つ教育の現場においてですね、そして生徒たちをサポートすると、こういうのが教員であるということになろうかということをまあ思います。ところがですよ、今日の教育の行き詰まりはどこにあるかと、こういうことをちゃんと考えてみますと、どうもこれにですね、原因があるんじゃないのかなということをまあ思うわけです。皆さんたちあれでしょう、自分を他と比べてみたら、どこか自分は他の人と比べて劣っているということもあるでしょ。なんとなく他と比べたらですね、劣等感も持つしやね、そんなに大した人間でもないなということをまあ思っていると思いますけども、そういう私がですね、自己実現をしていこうということになるわけですから、これはなかなか大変なことであります。そして自己実現をやってみたらですね、自己実現できない人もたくさん出てくるということも大体ご承知でしょうか。例えば、なんとか大学に行きたいということを考えてもですね、なんとか大学に入る人は数が限られているということがありましてね、そうしますと、なんとか大学がダメでこの次の大学に入る、これもダメであればこの次の大学に入るというようなことになりましてね、私たちの人生は自己実現を求めるけども、自己実現にですね、なかなかうまくいかないというのが、またもう一歩においての私たちの人生であるということが大体わかるかということを思います。まあ、大谷大学はですね、これは仏教の大学でありまして、で、仏教というのは何を教えるかということを、まあ、例え話で言いますとね、芥川龍之介にですね、蜘蛛の糸という小説があります。ご存知ですか。神田太というですね、一人の少年がですね、青年が地獄の池の淵をですね、歩いているわけですね、まあ、血の池ということでありますけども、そこをですね、お釈迦さんが、まあ、仏教を始めた人のお釈迦さんと、まあ、ブッダとかね言いますけども、そのお釈迦さんがですね、極楽の池の周りを歩いていると。これだ、極楽の池の周りはですね、これ綺麗ですから、下が透き通ってこうして見えるわけですね。これだ、地獄の池の淵をたくさんの人がうろうろ歩いているわけですよ。そうしたら、お釈迦さんはある時にそのカンダタをちょっと見ましてですね、このカンダタは、これはですね、ちょっと見どころがあるとこう思ったわけですよ。これ何とかしてカンダタを救おうということでですね、それこそ蜘蛛の糸をですね、極楽からずっと地獄の池のところまでこうして垂らしたわけですよ。細い蜘蛛の糸が垂れた、まあ、太陽に光ってですね、キラキラと輝いているというようなですね、そのような描写も芥川龍之介、ご存知ですか。芥川龍之介、
で、この芥川龍之介はですね、そのような描写をですね、していますね。綺麗なキラキラで光った雲の糸がですね、極楽から地獄までこういって垂れ下がったと。そしたら神田はですね、それを見てですね、あ、これはいいということでね、もちろんこの雲の糸の行き着く先は極楽でありますから、そこに極楽に行こうということでね、必死にそれにしがみついたわけですよ。そしてこう上がっていった。あの小説は短いですから、いっぺんね、皆さんと読まれたらいいと思いますけども、こうして上がっていったらね、大体天満さんご存知でしょ、上がっていったら下を見たらですね、俺だけなくていっぱい上がってきたわけですよ。いっぱい上がってきたと。ほんとはこの糸は俺に対して垂れた糸であるということを神田さんは思うわけでありますから、さあ皆さんたち神田さんであればどうしますか。下にいっぱい来てるわけですよ。どうするかと。どうします。私であればどうするかといったら、これは共闘そうとしますね。ほら、自分だけ救われたいわけですからね。だからこうしていっぱい下におるわけですけどもね、共闘そうとすると、ほら神田さんもやはりね、まあ私と同じようにですね、その下から上がってくる子供たちと、男たちをですね、男か女か人たちをですね、これをですね、蹴落とそうとしたわけです。これで足でもう蹴飛ばそうとしたと。そうしたらね、残念ながらね、蜘蛛の糸が神田と捕まってるこの上でポツンと切れたというわけです。そうしたら神田と人々ともに、もろともにですね、もう地獄に真っ逆さにドスンと来たわけですよ。そうしたら神田とは救われなかったと。こうなるね。なぜ神田とは救われなかったかと、こうなるわけです。芥川龍之介の小説を見ますとね、この後どうなるかと言いますとね、お釈迦さんはその神田とをですね、見て大変に悲しまれたと書いてあるんです。そしたら学校の先生であれば皆さんたちがね、どう教えますか。そのような小説に対して子どもたちにどう教えますか。皆さんたちが子どもたちを前にした時にどう教えますか。そうした時に蹴落とさずにですね、みんなと一緒にそーっとその糸につかまって上に上がったらよかったと、このように教えますか。しかしこれはなかなか難しいかもしれないね。そしたら神田とのやったことは間違ってるのかと、こうなるでしょう。だから芥川龍之介というような非常に頭のいい人ですらですね、神田という人のやったことは間違ってたということで結論が終わったわけです。ところがみんながみんなと一緒に極楽に上がっていこうというようなことをもし正しいとしたらですよ、私は共闘そうとしたわけでありますから、私などは真っ先に人間失格ですよ。人間失格になるでしょう。多分皆さんたちも共闘そうとしたんであればですね、これは人間失格ですね。ところがね、もしそのような人間失格の人すらも救えないようなお釈迦さんであれば、なんでお釈迦さんがこの世に生まれたのかということの意味がわからんと。本当の仏教はね、そういうことなんです。芥川龍之介の人という人は仏教をあんまりよく勉強しておられませんのでですね、だからそのような結論になったんですけども、本当の仏教を勉強しとったらね、どうなるかと言いますとね、地獄、自分だけ助かろうとして共闘してみんなと一緒に地獄にストーンと落ちたわけでありますけども、その神田とこそお釈迦さんは救おうとしたわけです。これは本当の仏教の教えです。